では良寛と貞心尼の恋歌、自由訳新井満。良寛様は手まりが大好きだとか。いつも持ち歩いては村の子供たちとまりつきをして遊ばれるとか。そんな噂を耳にしましたので、本日は手作りの手まりを一つ持参しました。和歌を一首添えます。どうぞお納めくださいませ。これぞこの仏の道に遊びつつ、つくやつきせぬ実りなる乱、これがあの手まりでございます。良寛様が仏道修行の傍ら、村の子供たちとよくお遊びになっているあの手まりでございます。それにしてもまりつき遊びとは不思議なものでございますね。まりをつけばまりは手のひらから離れていきます。しかし地面にぶつかると跳ね返り、すぐに手のひらのこちらに戻ってまいります。まりをつくまりは離れてゆく、戻ってくるまたまりをつく、何度も何度もこの繰り返し、つき終わるということがありませんね。良寛様、仏様の教えもまりつき遊びのつきと同様、限りのないものなのでございましょうか。私は今仏道修行の門前に立ちすくみ、ただただ途方に暮れております。仏の教えの一体どこから学び始めたらよいのでしょうか。そしていつまで学び続けたらよいのでしょうか。どうかどうかお教えくださいませ。夏、良寛から手紙が来た。そこには貞心尼の歌に対する変化がしたためられていた。月てみよ、ひふみよいむなやここの塔、塔と収めてまた始まるを。どうやらひどく迷っているようだね。こういう時は迷いを立ってとにかく始めてみることです。もしそこに手まりがあるならば、まずはついてみることです。まりというものはね、強くつけば強く跳ね返ってくる、弱くつけば弱く跳ね返ってくる、まっすぐにつけばまっすぐに、斜めにつけば斜めに。面白いね。まりつき遊びのまりに嘘はないのです。いつも正直なのです。あなたがつくまりとはすなわちあなたの心そのもののことなんだよ。他人よりも上手につこうなどと思ってはいけません。他人の目を気にしてはいけませんよ。まりつきの極意はただ一つ、無心。ただただ無心につきなさい。ひふみよいむなやここの塔、塔で終わったらどうするのか。また一に戻るのです。一から出直すのです。初心に戻るのです。原点に帰るのです。まっさらな心で最初からまた始めるのです。何度も何度も繰り返し繰り返し。そう、仏の教えに限りはありません。仏道修行に限りはありません。迷いを振り払ってまずは始めてみなさい。そして続けなさい。まりつき遊びも仏道修行も同じこと。もしご希望とあらば、私と一緒に始めてみるかね。良寛様に初めてお会いしたとこに、
君に書く愛見ることの嬉しさもまだ覚めやらぬ夢かとぞ思う。ああ、この喜びを一体何に例えたらよいのでしょう。本日はこのように夢にまで見た良寛様に、まごうことなき本物の良寛様にとうとうお会いすることができました。嬉しくて嬉しくて、それはもう心底から嬉しくて、まるで夢の中にいるような心地でございます。でもこれは夢ではありませんよね。現実ですよね。いいえ、たとえ夢であっても構いません。その夢がいつまでも決して覚めることのない夢であるならば、夢の世にかつまどろみて夢をまた語るも夢もそれがまにまに。夢を決して覚めるなとおっしゃるのか。そのように気張る必要はないと思うがね。そもそも私たち人間というものは、儚い夢のような世の中を、儚い夢のように生きているわけでね。うつらうつらしながら夢の中に居続けるのもよし、夢から覚めて見た夢の話を語るのもよし、どちらでもよいのだよ。何事もあるがまま、なるがまま、自然の成り行きに任せて生きてゆけばよいのだよ。良寛様は仏の教えについて、仏道修行のあれこれについて、とても丁寧にお話をしてくださいました。やがて夜も更けてまいりました。白妙の衣で寒し秋の夜の月中空に澄み渡るかも。おお、寒い秋の夜も更けてきたな。袖口のあたりがなんだか寒いね。こんな夜は天に浮かぶ月もきっと寒々と澄み渡っているのだろうね。良寛様のお歌を拝見して、私は少々物足りないものを覚えましたので、次のような歌をお返しいたしました。迎えいて千代も八千代も見てしがな、空行く月のこと問わずとも。良寛様と私は庵の床に向かい合って座り、楽しい対話を重ねてまいりました。この小さな世界にいるのは良寛様とこの私、ただ二人だけでございます。すなわち良寛様は私のもの、私は良寛様のもの。ああ、いついつまでも、それはもう千年も万年も、二人だけの時間がずっとずっと続きますように。なのに良寛様、あんまりではございませんか。障子戸の向こうに浮かぶ月のことに思いを馳せて、私たちとは縁のない月なんかのことに心を奪われてお歌いになられるとは。すぐ目の前に座っている私のことをお忘れになりましたね。はあ、良寛様、私は悔しゅうございます。ほんの一瞬でも私だけのものであった良寛様のお心を私から盗み取り、虜にしてしまったあの月が憎らしゅうございます。
立ち返り、またも問い込む玉ぼこの道の芝草たどりたどりに。良寛様、私はそろそろ帰らなければなりません。後ろ髪を引かれる思いではありますが、今日のところはおいとますることにいたします。でも良寛様、いずれ近いうちにまたお尋ねしてもよろしゅうございますか。私がおります福島から良寛様がおられる島崎のこの庵まで五里の道のり、一日がかりでございます。しかも道のあちらこちらには芝草がうっそうと生い茂り、急ぐ私の道行きを邪魔することでございましょう。でもそんなことは一向に構わないのです。良寛様をお慕いしている今の私にとりまして、そんなことは何の苦でもないのでございます。では良寛様、さようなら、お元気で。ある日、友達からこんな知らせが届きました。良寛様が宵田の里に来るらしいぞ。私は大急ぎで参りましたところ、まさしく良寛様がそこにいらっしゃいました。ところが明日にはもう宵田を離れて別の場所にお出かけになるとのこと。私は少々がっかりいたしました。さて良寛様は里の人々と名残を惜しみながら楽しそうに会話をしていらっしゃいましたので、私もその中に入り、冗談半分にこんなことを申し上げました。良寛様はお顔も黒いし、お召しになっているその衣も黒うございますね。いっそ今日からカラスとお呼びすることにいたしましょうか。すると良寛様は、ほほほほ、カラスと来たか。なるほど、これはまことに私にはぴったりの呼び方だね、と大いに笑いながら、いずこへも立ちてをゆかん明日よりは、カラス長なを人の作れば。さあ明日からは北でも南でも全国どこへでも飛び立ってゆくことにしよう。皆さんがつけてくれたカラスという呼び名にふさわしく。良寛様がそうおっしゃいましたので、山ガラス、里にゆかば小ガラスも、いざないてゆけ羽弱くとも。もし山のカラスが里の方へ飛んでゆくというのであれば、どうぞ小ガラスも一緒に連れて行ってくださいませ。何しろこの小ガラスはまだ幼くて羽も弱く、一人で飛ぶのは心もとないからでございます。良寛様、どうぞこの低心にというか弱い小ガラスも一緒に連れて行ってくださいませな。いざないて、ゆかばゆかめど人の見て、あやしめみらばいかにしてまし。一緒に連れて行けというならば、連れて行かないこともないけれど、この良寛と貞心に、二人の姿を見て、世間の人々がどう思うかだよな。じろじろと、疑わしい目で見るのではないかね。トビはトビ、スズメはスズメ、サギはサギ、カラスとカラス、何か怪しき。トビはトビと、スズメはスズメと、サギはサギと、
仲良く一緒に飛んで行くではありませんか。ああ、それなのに、カラスとカラスが一緒に飛んで行くだけで、どうして怪しい関係であると疑われるのでしょう。日も暮れてきましたので、今日のところは宿に戻り、また明日、ここにやってきましょう。と良寛様はおっしゃいました。その年の12月末でございました。鷲間村の島崎にある野戸屋、木村屋から突然、良寛様の容体が急に悪くなった。すぐに来てほしいという知らせがございました。私は驚き慌てふためき、取るものもとりあえずお見舞いに駆けつけました。木村屋の小庵に上がりますと、意外にも良寛様は、それほど苦しそうなご様子ではありません。敷布団の上に平然と正座をして、私を迎えてくださいました。私の来訪をよほど嬉しく思われたのでしょうか。いついつと、町にし人は来たりけり、今は相見て何か思わん。いつ来てくれるのだろう、いつ来てくれるのだろう、明日だろうか、明後日だろうか、毎日のように指折り数えて、待っていたその人が、とうとう来てくれた、とうとう来てくれた、ありがたいな、うれしいな、貞心さんよ、ありがとう、心から感謝するよ。もう一度だけでいいから、あなたに会いたいという願いが叶った今、私にはもう他に望むものは一つも思いつかないのだよ。武蔵野の草葉の露の流らえて、流らえはつる身にしあらねば。自分自身の体を思うと、いつまでも元気に生きながらえて、平穏無事のうちに天命を全うする、そのような体では決してありません。もはや私の体とは武蔵野の草の葉にほんのつかの間宿っては、あっという間に消えてゆく儚い梅雨のようなものなのだからね。その日から私は良寛様のすぐそばにはべり、看病に勤めるようになりました。来るに似て帰るに似たり起き津波、沖の白波は砂浜に立つ私のところに向かって寄せてまいります。そしてすぐに帰って行きます。しばらくするとまた寄せてきて、またすぐに帰って行きます。出会い、そして別れ、また出会い、そしてまた別れ。あの白波と同じように、人間の一生にも数えきれないほどの出会いと別れが繰り返されるものなのでしょうか。そのように申し上げましたところ、良寛様はすぐ「明らかりけり君が事の葉」、あなたの言う通りだよ貞心さん、それが世の掟というものでね、出会ったら別れる、出会ったら別れる、さようなら。天保2年卯の年1月6日、良寛様は宣下されました。74歳で
いらっしゃいました。定心に、はい、以上で良寛さん、ありがとうございました。